松下ゆき。人間が近づくと朝倉と喋る大きめサイズのファービー誰が来ても朝倉と言っていたが、最近は壊れてきたのか、矢口真理が近づいた時にはアバズレと言ったり、三谷幸喜が近づいた時にはアホズラと言ったり、真田広之が近づいた時にはアヤタカと言ったりして言ってました。水木有沙が近づいてきた時にはなんか一気に老けたわね、どうしたの朝倉じゃないのかよ。もういつで何人バカに投げよう。パン